それでは私から2点、まず第1点は習近平中華人民共和国国家副主席の訪日についてです。12月14日から16日まで我が国政府の賓客として訪日する予定です。滞在期間中、天皇陛下のご院見、立山内閣総理大臣や私との会見を行うほか、各界要人との会見、九州視察等を行う予定です。この度の訪日は日中両国間のハイレベル交流の一環として実施されるものでありますが、習近平国家副主席にはこの訪日を通じて日本に対する理解を深めていただき、今後の両国関係のさらなる発展のための基礎を一層盤石にしていきたいと考えています。もう1点は、ケビン・ラッド・オーストラリア首相の訪日について、15日火曜日、オーストラリアのラッド首相が COP15 出席の途中でありますが、訪日する予定です。同日、鳩山総理とラッド首相は首脳会談を行い、気候変動、核軍縮、不拡散、および二国間関係について意見交換を行うとともに、核軍縮、核不拡散、核軍縮に関する国際委員会のギャレス・エバンズ及び川口より子両共同議長により同委員会の報告書を受け取る予定であります。また首脳会談に先立ち、私もラッド首相を表敬訪問する予定であります。もう1点、政務三役会議については特に今日お伝えするものはありません。私の方から防衛対抗の見直しに関する閣僚委員会、閣議、閣僚懇の報告をいたしました。竹政副大臣から在勤手当の検証結果、ワーキンググループの結果を発表した旨、報告がありました。外務省政策会議のあり方について、若干議論が出まして、西村政務官の方から、少し従来のあり方で十分かどうかですね、検討した上でもう一度三役会議に諮るというお話がございました。私からは以上です。朝日新聞の東岡です。冒頭ご紹介のありました、陛下と、習近平国家副主席の、ご院見についてお尋ねします。今日の午前中の、平野官房長官の会見で、総理の指示によって、急遽、調整がされたと。で、もともとは1ヶ月前に、申請が必要なものが特例的に扱われているようですけれども、この経緯とですね、また政治利用ではないかという批判もあるようですけれども、これに対して大臣はどうお考えになりますでしょうか。経緯は官房長官が述べられた通りだと思います。それから政治量というのは陛下が外国からのお客様にお会いすることが政治利用であるというふうには思っておりません。共同通信の斉藤です。はい、今の、ご院見の件について、お伺いします。このいわゆるその1ヶ月ルール、というものはですね、これまで、基本的には厳格に、運用されてきたと、このように聞いております。今回、中国の習近平さんをですね、このルールからの枠からですね外れる形で、会見に応じた場合ですね、その他国のですね方々との間で、若干のその不平等、不公平が生まれるのではないかとも推察されるんですが、この点についてはいかがお考えでしょうか。厳格に運用するか、それとも柔軟にこれから運用するか、その点についてご認識をお伺いします。基本的に、1ヶ月ルール、これは陛下のご健康ということを考えて設けられているものだと承知をしております。その
陛下の健康に支障がないという範囲で、今回の決定がなされたものだというふうに考えております。詳細については、むしろ官邸でこれ、具体的に働きかけをされたことでありますので、私はあまりお答えしない方がいいと思います。習近平副主席の来日についてですけれども、ちょっとご意見から離れます。今回の来日の意義なんですけれども、もともとポスト胡錦涛の有力候補であるというふうに言われていて、一方で日本についてはあまり縁がないという指摘もあります。今回の来日の意義について、将来もこうしてどういうふうな関係を作っていけないのか、改めて大臣の考えをお願いします。来日経験が あまりない、あるいはないかもしれません。若い頃ちょっと承知しておりませんけれども、少なくとも、中国の、要人として、来日された経験はないやに聞いております。せっかくのこの機会、日本としてもですね、大いにこの機会に、習近平国家主席に、日本を理解していただく、あるいは逆に、我々としても習近平国家主席の人となり考え方についてですね、十分に理解をさせていただく、そういう非常に貴重な機会だというふうに思っております。朝日新聞の内田です。米軍普天間飛行場の関係で、お伺いします。鳩山首相はですね、COP15 の前にアメリカ側に政府の方針を説明して理解を求めていきたいというふうに話しておりましたけれども、その何らかの政府方針が現時点で固まったんでしょうか。もし固まっていないとしたら、大臣の感覚では今何合目ぐらいまで上ってきているという受け止めなんでしょうか。今検討中です。何合目っていうのは人によって違うと思いますし、私はあまりコメントしない方がいいと思います。なるべく早く政府の方針を固めたいというふうに考えています。すみません、テレビ朝日のシンボリです。その件なんですけれども、ちょっと最近ですね、アメリカの例えばズムワルト講師とかがですね、山岡さんや越井さんと党の方と会われたり、あるいはルース大使がもしかして小沢さんと会いたいのではないかというのも私どもの取材で入ってきているんですけれども、まずそういった件を大臣はご承知であるかどうかということと、それについてどのような感想をお持ちになるか、そういった党の方の動きというかです、党とのアメリカとの外交、その件についてはどのようにお考えになっているか、お聞かせ願いますでしょうか。私は事前に何か承知しているわけではありません。報道で、国対委員長とズムラト講師がお会いしたということは承知をしております。それはアメリカ大使館の判断ですので、私が何かコメントする必要はないというふうに思います。時事通信の水島です。先ほど総理とですね、北沢大臣と、大臣普天間に関して意見交換されてたと思うんですけども、防衛大臣の外務視察を受けてどのような協議があったのかということと、それから外務移転そのものに関して岡田大臣はどのように受け止めてらっしゃるでしょうか。前原大臣、官房長官も入っての5者での、意見交換をいたしました。その中で、外務移転についての議論は出ておりません。私はどう考えているかというのは特に申し上げるべきことはありません。フリーの岩上です。はい、よろしくお願いします。普天間問題について関連して、お尋ねいたしたいと思います。国民新党の下地政調会長が本日渡米して、アメリカの要人と会談をしてくるという話を伺っております。キャンベル国務次官補とかケビン・メア、国務省日本部長、グレグソン
国防次官補といった名前も出ておりますけれども、こうした、まあ、二元外交ともいうような動きがこの連立政権内部で、起こっていること、プラスの面とそれから、まあマイナスの面もあると思いますけれども、岡田大臣はどのようにお考え、どのようにお受け止めになっていらっしゃるか、お聞かせ願いますでしょうか。必ずしも二元外交という認識はありません。個人の資格で行かれたわけで、別に政府の特使とか、そういう位置づけは全くあるわけではありませんので、私も野党時代にも随分、ワシントンあるいはその中の国務省、国防省行っておりましたが、そういう自由はあるというふうに思います。アメリカ側にはその政府の特使とか政府の見解を述べに行くとか、あるいは意見交換するとか、そういう意味立場ではないということはアメリカ側も承知しております。ボスワさんの訪朝に関連してすみません、毎日新聞の須藤と申します。ボスワさんの訪朝に関してお尋ねしたいと思います。直接関係ありませんが、基本的にですね、米朝交渉も6者の枠の中でということだと思うんですけれども、それとは別に日本の戦略としてですね、旧政権自体は、6者の中で日米韓の連携をですね、韓というのは韓国ですね、日米韓3者の連携も重視しつつという基本的な方針があったと思うんですけれども、今後米朝が進む中でですね、その日本とアメリカと韓国の連携というものをどのように考えてやっていこうと思っていらっしゃるかというのをちょっとお話しください。今回のボスワスさんの訪朝に関してもそうですけれども、この北朝鮮の問題に関する日本と韓国と米国の、その意思疎通連携というものは十分に図られているというふうに考えております。先ごろすみません、上西からです。先にすみません、共同通信の上西からです。普天間飛行場問題ですが、日米合意ではですね、2006年のロードマップではキャンプシュワブ、名護市辺野古のキャンプシュワブ沿岸部に V 字型滑走路を作るということが明記されていますけれども、今後の交渉として、その V 字型滑走路をですね、作らないという選択肢はあるのかどうか、それを仮に作らないとするとですね、それは日米合意にやっぱり破棄するということになるという認識をお持ちでしょうか。今まさしく方針を検討しているところですので、あまり個別のことに私がコメントすべきではないというふうに思います。ドイツテレビの西里と申します。普天間の基地の問題ですけれども、先ごろ東京の方に上京していらっしゃった宜野湾市長の稲見市長も伊波市長もおっしゃってたことだと思いますし、同じことを沖縄に言われたとき、行かれた時にもぶつけられたと思うんですが、海兵隊は全部ほとんど実戦部隊は全てグアムに移転するのではないかと、しかもグアムにも事実上70機程度のヘリコプターの施設ができているというようなことで、うがった見方をすれば、グアムの大基地建設のための思いやり予算を確保するために、今海兵隊もやはり残るんだっていうことを思わせているというふうな説が報道され始めておりますけれども、その辺のところはどのように理解されていらっしゃるんでしょうか。伊波さんの方からそういうお話は少しお伺いしましたが、私は根拠がよくわからないというふうに申し上げました。
矢端の資料によれば、誰々と会ったときにこういうふうに言っていたということがいくつか資料の中に挙げられていましたが、まあ、言った言わないの話、まあ、これは確認のしようがありません。そして、まあ、グアムにそういう施設ができることは、これは緊急時を考えれば、そういう施設を持つということは、それはあり得る話で、そのことと、だから普天間からヘリコプターがなくなるというふうには、私は直結しない問題だというふうに思っております。日本テレビ真相報道番記者と申します、小原と申します。普天間移設問題長引く中で、正直大臣最近お痩せになったんではないでしょうか。痩せておりません、残念ながら。はい、体調の方は大丈夫でしょうか。心配する。全く問題ありません。はい、正直お顔頬の方とか目の下とかちょっとくぼんでいらっしゃるんじゃないかと心配しておりますが、それはこの記者会見のせいですかね。全く問題ないです、大丈夫です。はい、あまりそういう公の場で言われない方がいいと思いますが、はい、すいません、ありがとうございました。日経新聞の山内です。普天間問題です。社民党は国外と県外の移転を主張されていて、具体的にはグアムだとか伊予島という話をされています。これについて今までのワーキンググループでは検証対象とはなっていないと承知しますが、検証の可能性についてこれからのどう考えていらっしゃいますか。ワーキンググループで検証することは考えられません。ワーキンググループの本来の役割とは違いますので、それ以外どうするかということは、これは全体のこれからの方針にかかる話ですので、今コメントしない方がいいと思います。すみません、 AP 通信の湯浅と申します。オーストラリアのラッド首相なんですけども、地元 の、 これはラジオ局にで、日本が調査報道を見なければ法的措置も辞さないというふうにおっしゃってるんですけども、そのことについて大臣何か見解ありましたら教えていただけますでしょうか。法的措置というのはよく分かりませんが、私の理解では調査報道というのは認められた仕組みであるというふうに考えております。昨日もオーストラリアのメディアの方のインタビューを受けて申し上げたんですけれども、やっぱり食っていうのは一つの文化でありますので、私は、クジラを食べるということは日本の伝統的な文化であるというふうに思います。で、そのことがもしダメだというのであればですね、もちろんその絶滅しそうだからそれを控えるというのはよくわかります。しかしそうでないにもかかわらずやめろというのであれば、私はお互いですね、寛容に、そして多様なその文化あるいは考え方というものを認め合うというのが、私は基本であるべきだというふうに考えております。Jキャストニュースの亀松です。普天間に関連して日米関係の問題についてお伺いしたいんですが、日米関係について米国側がですね、不信感を強めているというような、報道が、強まっているように思われます。前回もちょっとそういうお話ありましたけれども、現時点での日米関係についての、危機感というかですね、そのあたりのご認識をお伺いしたいと思います。前回お話したことと変わりません。したがってなるべく早く方針を決めるべきだというふうに思っております。はい、すみません、大臣、NHK の梶原です。普天間の関連なんですけれども、政府内特に官房長官なんかそうだと思うんですけれども、その普天間飛行場の移設先が決まる決まらないとは別にですね、危険性の除去あるいはその負担の軽減というものをその先行すべきだという意見も出ているようですけれども、これについて大臣はどのようにお考えになっていますか。
まあ、先行するというのが日本単独でできることではおそらくないというふうに思います。まあ、現時点で聞けばアメリカ側は約束を守ってください、果たしてくださいという答えが返ってくると思います。したがって、まあ、なんて言いますか、今官房長官も入ってこれからの方針について議論しているわけですから、まあ、そのことを踏まえて、今ご質問になったことについても考えていけばいいというふうに思っております。フリーランスの上杉と申します。はい、その官房長官と普天間のことについてなんですが、おとといの記者会見で平野官房長官が、その普天間の移設に関して住民の移転も、あり得るというような発言をされたと。私、官房長官の記者会見に出れないもので正確な引用はできないんですが、そのような報道がありましたが、政府内でそういう形で官房長官の発言に関して検証されたという経緯はあるんでしょうか。私は聞いておりません。聞いておりません。ビデオニュースの神保です。大臣、普天間関連してですね、その日米、まあ、アメリカ側に日米間に不信感がっていう話が出ますが、その不信感のちょっと中身についてお伺いしたいんですけども、それは日本の政府が一回約束したことを、実行しないような政府であるという不信感なのか、それとも日本が日米同盟についてどうもこれまでアメリカが理解してきたもの、日米間で同意されてきたものと違うような考えを持っているのではないかという不信感なのか、ちょっと不信感の中身についてもう少し詳しくお話しいただけますか。私の理解は前者ですね。ですから約束は守ってもらいたいと、それを守られないとすれば果たして信頼できるのかと、こういう話だと思います。後者ではないという。違います。はい。時事通信水島ですが、防衛大綱の閣僚会議のことでちょっとお伺いしますが、来年度予算に関して、普天間の、移設関連の、予算の扱いと、あるいは PAC-3 の、予算の扱いで方向性が出ているようでしたら確認したいと思うんですが、どうでしょうか。普天間の件は今お答え申し上げられません。まだ方針が決まってませんから、そのことも決まってないというふうに理解をしております。それからパック3については、まあ、一定の方向性が、その何て言いますか、今日の議論の中でも示されたというふうに思います。ただ外に出るのはきちんとした発表文書で出るべきで、私が中身について触れるべきではないというふうに思っております。フリーの岩上です。普天間に関連してもう一つ、お尋ねいたします。10日発売のですね、中央公論、今月号の中央公論に、森谷防衛元次官のですね、手記といいますかインタビューですねが掲載されております。この内容ですね、大臣はご覧になったか、あるいはですね、その内容について、お耳に入られているでしょうか。でまたその中にですね、今までの普天間のこの13年間にわたる経緯がずっと書かれているわけですけれども、不透明にですね、その事業規模が利権絡みで拡大してきた旨というような旨の記述があるんですけれども、こうした点も含めてですね、検証あるいは検討されているのか、その点についてお考えをお聞かせください。私はまず中央公論承知しておりません、見ておりません。まあ、森谷元次官が、まあ、どういう趣旨で言っておられるのかも承知しておりませんので、ちょっとコメントできませんが、ただまあ当事者です。まあ、なんと言いますか、今の森谷さんの立場も考えて、まあ、それがどのぐらい信憑性があるのかというのは私はちょっと判断しかねます。共同上西からです。普天間でもう一問、今、関係閣僚等で、
協議中の政府方針についてなんですけれども、当初はですね、その18日の日米首脳会談で、まあ、意向を伝えることができればということで、まあ、年内というものもあったかと思うんですけれども、ね、それまでに取りまとめることができればというような趣旨の発言が総理から待ったと思うんですが、そこがなくなったと時点でですね、まだやっぱりその年内に一定の政府方針というか、考えをまとめる必要があるとお考えでしょうか、それとも、まあ、越年する可能性もあるとお考えでしょうか。まあ、総理の18日というご発言はちょっと私は聞いておりませんでした。突然出てきたので、まあ、やや驚いたわけであります。私が前から申し上げたことは、なるべく早くと方針を決めた方がいいということで、それは今日もそのことは申し上げておきました。他にご質問ございますか。フリーランスの上杉です。再び普天間と官房長官についてなんですが、おとといではなく昨日の会見で、官房長官が、同じように普天間に言及して、閣僚級の、作業グループワーキンググループに関して、普天間以外のその議題設定の見直しをするという発言をされたと報道にありましたが、そのあたり、政府内で話し合われて、発言されたことかどうか、外務大臣の方からお聞かせ願いますか。その話は承知しておりません。まあ、いずれにしろワーキンググループというのは何度も申し上げておりますけれども、今の現行案に至ったその経緯を検証するということで設けられたものでありますので、まあ、それ以外のこう役割を負わせるとすれば、これはもう一回日米間で話し合わなければいけないということで、日本だけで決められる問題ではないというふうに思います。まあ、かなり性格が変わりますので、まあ、それを何て言いますか、今のワーキンググループの改編なのか、新たなものなのか、ちょっと官房長官がどういう趣旨でおっしゃっているのか分かりません。今のままではそれはできません。はい、ご質問ございますか。はい、斉藤。共同の斉藤です。すいません、もう一度1ヶ月ルールに、話を戻したいんですが、一般論としてこの1ヶ月ルール、外務省としてですね、今後もですね、まあ、これ宮内庁と外務省ですか、きちんとですね、守っていくべきものなのかどうか、これについてのですねご見解をお願いします。まあ、これは外務省というよりも宮内庁の方で、まあまあ、お決めになっている一つの考え方だというふうに、まあ、理解をしております。まあ、外務省としてはなるべく外国からのお客様、そしてご希望があればですね、陛下にお会いしていただきたいという気持ちはあります。しかし、まあ、一方でご健康のこともあるので、まあ、こういうルールを設けておられるというふうに考えております。他にご質問ございますか。何をですのでこれでお出しします。はい。